ティーヌー・アーナンドは、インドのボリウッドで活動する俳優、映画監督。父・インダル・ラージ・アーナンドは、ティーヌーが映画業界に進むことを望まず、父の勧めで、名誉大学に進学した。しかし、映画業界に進むことを諦めきれなかった、ティーヌーは父に映画監督の道に進むことを伝え、父は、信仰のあった三人の中から技術を学ぶしを選ぶように提案した。 ティーヌーは、父と、親密すぎるという理由で、ラージカプールを断り、映像技術以前にイタリア語を学ばなければならない、という理由で、フェデリコ・フェリーニを断念したため、サタジットレイの下で技術を学ぶことを選択した。彼は5年間、サタジットレイのアシスタントとして働き、グーピーガイナバンカバイン、森の中の昼と夜、対抗者、株式会社ザ・カンパニー、遠い雷名の制作に参加した。 代表的な監督作品には、アミターブ、バッチャンが主演した、カリア、シャンシャ、メインアゾドフーン、メジャーソブがある。アミターブとは1968年に出会って、以来の友人であり、彼をサタジットレイに紹介したのもティニューだった。ありがとうございます。